お疲れ、よろしくお願いしまーす。ということで、ちょっと話したいことがあるんだけど、みんな今日聞いてってくれる？今日すごい、なんか朝起きた瞬間から、今日はいっぱい喋れそうというか、いっぱい喋りたい。The fuck？ 結論から言うと、今から化粧しなきゃいけないんだけど、化粧しながらなんかいろいろ喋ったらいいなと思って。もうね。ごめん、気を取り直して。今日は TWICE のライブに行ったお話と、あと最近、ヨシとミチのストーリーを、インスタグラムのストーリーを見た人はわかると思うんだけど、うちらロサンゼルスの Airbnb に泊まった時に、ちょ怖すぎる、結構やばいっていうホラーっていうか心霊っていうか、なんていうの、ゴースト系な体験をしたのね。で、それに関してなんか、ケミオくんは大丈夫ですか？ケミオくんはお家に帰ってから何もありませんでしたか？ってみんなからすごい、DM が飛んできたのね。心配です、みたいな。ヨシとミチが結構、なんていうんだろう、除霊に行ったりとかしたのね。そのこと全然話してなかったから、その2本立てをちょっとメイクしながら話していきたいと思います。よろしくお願いします。今カフェイン乾杯で、よろしくお願いします。OK、 もちろんローンで私がねプロデュースさせていただいている BB クリームヒューミーを使っていきたいと思うんですけど、どっちから話そうかな。ちょっと最初から怖い方の話からするね。これ結構怖いから、マジで本当に怖いのが苦手な人は最後の方の TWICE の話までぶっ飛ばしてね。ということで、何があったかというと、あ、ね、うちらね TWICE のライブを見にとかなんかいろいろ込めて、ロサンゼルスの方にね大体結構前ぐらいに行ったので、 Airbnb に泊まったわけ。今回はうちとヨシアキとミチとマイルズとうちの友達のパーカーと5人で一つの屋根の下に泊まるっていう予定だったから、ホテルとかってさ5人が泊まれる一部屋なんてあんまりないじゃん。だから Airbnb にしようってなって Airbnb でみんなで割り勘して泊まったんだけど、ここがマジで Oh my god I'm so scared だったの。結論から言うと、バー系がデータなので、で、ヨシが最初に、うちとマイルズとパーカーとミチが、ロサンゼルスに到着する前に、先にロサンゼルスに入ってたのね。だから、1日か2日、そこの、大きいエアビーニビーだったんだけど、プールもついてる、やっぱ結構な人数だったから、そこで1人で、だいたい1夜か2夜ぐらい、まず明かしたのね。うちらが来る前に。で、うちらが、それで、到着したのね。到着って、到着したじゃん。私、話し方が本当に下手くそだから、一生懸命怖い話だけど、ポップに話そうと思って頑張ってるの。よろしくね。朝、うちら朝に到着したんだけど、ヨシ寝てたのね。それで、なんか、おはよう、来てって言って、鍵がちゃんと開けてドア開けたじゃん。したらもう第一声にヨシが、この Airbnb ちょっとやばいかもみたいなこと言ったので、過去の動画とか見たことある人もしかしたらあーって思うかもしれないんだけど、うちらって結構ロンドンに行った時とかパリだったかな、どっかに行った時とかもなんか結構 Airbnb でホラーチックな体験も過去にも何度かしてるのね。だからあーって感じで、うちら結構そういうの驚かなかったの。なんかあ、そうなんだ、はははは、ということでロサンゼルスにパリスヒルトンみたいな感じのテンションでみんななんか軽くさらっと流したの、そのことを。まあ、でもヨシがその時言ってたのは、なんか僕が寝てる間になんか物事がしたりとか扉が閉まったりとかしたって言ってて、なんか可愛いねみたいな感じで、あんまりうちらもことを大きくせずになんかそのまま過ごそうっていう感じのテンションになったのね。で、もうみんな友達とか集結してみんなでこうやってね一日生きてたわけ。で、夜になりました。で、夜になって1日目の夜ね、部屋割りとしてはヨシアキが一人の部屋で寝てて、マイルスとパーカーが一部屋で寝てて、うちとミチが一部屋で寝ててって言って3部屋のあるエアBnB だったんだけども、夜になって寝る準備をしてる時とかにヨシがうちとミチの部屋に遊びに来てて、うちらのベッドの上でうちとヨシがこうやって絡んでたの、遊んでたの、ゴロゴロしてたのね。で、その間にミチがお風呂でシャワーを浴びてたの。ミチがシャワー浴びてます。うちとヨシはここでゴロゴロしながらベラベラ喋ってます。で、私、そうです、誰ですか、せーの、巨人のドシーン、そして大声ということで、私ふざけ始めちゃったんですね。ミチがお風呂に入ってる間にミチのとこトコトコトコトって行って、電気をこうやってついてる電気をこうやって消したの。それでミチがやめてよケミオくんってつけるじゃん、電気を。で、うちがまたまたトコ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 ってしつこい男だからさ、こうやってふざけてこうやって消して、でミチがケミオくんもしつこいやめてよ、うちまたまたトコ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 ってつけてっていう消すっていうのを本当に最悪な男だと思います。10往復ぐらいやったので、ミチとやめてやるやめてやるっていうのを10往復ぐらいやって、まあさすがにうちも夜更けてきたし、うちはすでにシャワー浴びた後だったからもう眠いモードに入ってきて、いやミチごめん、もうやりすぎた、ごめんしつこかったねと思って、こうやって寝ようと思って寝ようとこうしてたの。したらミチがあーって、ケミオくんも本当にいい加減にしてって、うちが最後にやってから10分後ぐらいにミチがその声を上げたのね。で、うちとヨシは2人顔合わせて、うちもう本当にもううたた寝してて目こんな状態ないってパッと起きて、え、ミチうち今何もやってないよって言って、ヨシとかもケミオくん今ベッドでゴロゴロしてたよみたいなこと言って、え、今電気消えたんだけど、その瞬間にパッてついたんだって。で、なんかミチは最初の方はうちらが嘘ついてると思って、うちらって基本的になんていうの、冗談と嘘で成り立ってる関係だからさ、え、違うよ、うち本当に寝てたからって言って、みんな怖がっちゃって、ヨシとかミチもキャーみたいになっちゃって、でもなんかうちはすごい本当に眠かったから寝ちゃったので、多分ヨシとミチもその後すぐ寝ちゃったのね。で、怖いなってなって次の日朝起きました。で、 TWICE のライブがあってキャーってなって、まあ、1日また生きて、その日の夜が
来ました。2日目の日からなんかうちらの間でなんかちょっとこの Airbnb なんかちょっと怖いというかなんかちょっとガタガタだよねみたいな感じのなんか話が始まったの。でもあんまり深くは話せずなんか軽くみんなの中でちょっとなんかおかしいことたまに起きるね、物音とか結構鳴ってるくないみたいな、ギシギシガサガサみたいな感じでみんなで5人で話し合ってたので、またその日の夜も来ました。でその日の夜はヨシもちょっと怖いなってなって自分の部屋で寝るんじゃなくてうちとミチの部屋に来て3人で寝るってなったの。うちとミチがベッドで寝ててヨシがそのベッドのうちらがあるこの目の前のところになんていうのリラクニングソファー、リラクゼーションソファーみたいなやつあるじゃん、ここでヨシは寝るってなったのね。ヨシって結構本当いろんなところでも寝れるのね、最強だから。それで寝るってことになってみんなおやすみなさいってなりました。でうちらのその Airbnb の作りがもう全部がガラス張りだったのね、もう窓なの壁が。だからヨシがこうやって寝てるこの背中側は全部プールにつながるもう窓になってるの、こういう引き戸になってるの。そこになんかブラインドっていうのかな、カーテンみたいなこうガーって自分で上げるようなカーテンがあるだけのもう簡単なシャッターとかじゃなくてもう簡単な感じの作りになってるお家で、ヨシはそれを背を向けてこうやって寝てたんだって。でピヨ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 、次の日朝が来ました。そしたらヨシがうちらに ねえねえ昨日さ誰かが思いっきりこうダン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 ってノックしたって言ってて、夜中にちょっと怖いからちょっと待って、部屋移動していい？ Oh my god! マイルズがここに立ってて私今死ぬほど悲鳴あげた。 Oh my god! Wait, do you have a time? No。 ごめんね、みんな話の途中でどこまで話したっけ。そうだ、ヨシが次の日の朝に誰かが夜中にドン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 ってノックしたって言ってて、ヨシはそれが僕の友達のパーカーとかケミオ君の友達だと思ったと思って、そのカーテンというかこの薄いブラインドっていうのかなをこうやって横から覗いたら誰も外に立ってなかったって、だから変だっておかしいって思って僕怖くなったんだよねっていう話をしてたので、もうさすがにこれが2日連続で続いてるじゃん、でうちらの中でもなんかちょっと怖いねっていう感じで、なんかちょっと正常じゃないことが起きてるっていう感じのみんなの雰囲気になってきたのね、徐々に。で3日目の夜が来ます。その日も昼間行きました。1日生きてみんなお疲れ様ですってことで、3日目の夜はうちとパーカーとマイルズで夜遊びに出かけたの。ミチとヨシアキはお家でゆっくりお留守番してて、うちらがお家に着いたのが結構夜中だったの。それでお家に着いてうちもその日ちょっとお酒飲んでたから、まあ酔っ払ってはないけれどまあちょっとほろ酔いみたいな感じでお家に上陸したの、参上したの。それで自分の部屋に行ったらもうヨシとミチは多分疲れててあのベッドで寝てたのね。だからもういいやと思って、もうベッドで寝ちゃってる人起こすのもかわいそうだなと思って、うちリビングでソファーで寝ようと思って寝ることにしたので、まあマイルズとパーカーは自分たちの部屋でさ二人シェアしてるじゃん、だから部屋に戻ってうちリビングのソファーで一人でゴロってなったのね。そしたらなんでかわかんないけど言葉で説明できないけど私ここで一人でいちゃいけないなっていうのを夜中の4時ぐらいだったんだけどそれが感じたの。なんかもう横になってみんながおやすみって部屋に入った瞬間にもう一人で5分ぐらい経ったらもうちょっとここ多分私一人でいない方がいいなみたいな雰囲気をなんかちょっと感じたの、わかんないけど本当に言葉で説明できない、なんかちょっとそういう雰囲気を感じたので、もうマイルズとパーカーの部屋に行ってうちも床にゴーンってゴロンってなって、もう床で寝かせてって言ったら、じゃあマイルズはなんかそういうのすごい嫌だから、もういいよケミよ、だったら俺がソファーでリビングで寝るからお前も俺とのところで寝ていい、俺のスペース取っていいよって言われたから、うちもなんでか分かんないけどすごいガチでマイルズやめな絶対リビング行っちゃダメだよ一人でってうち言ってたの英語で。なんかちょっとホロ嫌だったから記憶が曖昧なんだけど、まあ、次の日マイルズに聞いたらお前がそれ言った瞬間にすごい怖くなったみたいな変なこといきなり言い出すからとかって言われたんだけど、うちはそれを何回もリピートしてたんだって。もう床で寝るからって、うちあの酔っ払ったりお酒が入ると基本的に普段から床で寝るのね。だから床で寝ることに対してはちょっと変わってるかもしれないけど、あのグッチョブーなの、床で寝るの結構好きなの。なんだろうな、なんか床で寝ると自分の人生調子の合わせないっていうか、ね、謙虚になれるの床で寝ると。だから私床で寝るのがすごい普段から好きなんだけど、でうちは床で寝てマイルとパーカーの部屋で寝て次の日朝起きたのね。最終日のまたその日一日生きて最終日の夜が来ました。うちとミチとまたヨシでうちらの部屋で最終日だからっていうことでいろいろ楽しかったねとか思い出を語り合ったりとかしてたわけ。それでもうミチは最終日だからっていうことでもうぐったりになっちゃって、もうすぐもう一番最初にもう寝ちゃったので、うちとヨシが起きてて二人でなんかベラ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 喋っててとかってやってたら、シャワーがいきなりねシャーって水が流れ始めたので、うちらもうその瞬間固まって、え今ケミオくんシャワー流れたよねみたいな、でうちもえ流れたみたいな、シャワーっていうかなんかもうえ今なんか水出たよねみたいな音が鳴ったの、シャワールームから。でミチ寝てるじゃん、でうちらドア閉めてるじゃん、でパーカーとマイルズは自分たちの部屋にいるじゃん、てかえってな
って、でもうちらってそういう時なんかやばいって起きた時はもう無視するじゃないけど、もうオーバーにリアクションしないでもう寝ようっていう体勢にいつも取るのね。多分もう別に決めたわけじゃないけれど、なんか暗黙の了解で、でうちらはそれで寝たの最終で、朝起きてもう何もなく、でもちょっと怖かったねこの Airbnb、 なんか変なこといっぱい起きたねみたいな、もうノートとか本当にそれ以外にもすごい結構鳴ってたのね。でこの後に結構爆発な事件が起きたらしくて、まあミチとヨシは日本に帰りました。でうちは仕事があったのでみんなより先にニューヨークに戻りました。でマイルズとパーカーもニューヨークに戻ってきて、そしたらマイルズにあの後大変だったんだよあの Airbnb って言われて、え何があったの。その最終日の、一番最終日のうちらが去った後の最終日の夜にもううちらいないじゃん。で3部屋ある大きい Airbnb だったから、マイルズは自分の元々の部屋で一人で寝て、パーカーはうちとミチが元々寝てた部屋で寝るってなって、こうバラバラで寝たんだって。そしたらパーカーがこう寝てたら、うちらの部屋で、うちらが泊まってた部屋でうめき声みたいなのが聞こえて、パッてこう起き上がったら、ちょっとやっぱ怖くなっちゃった、ごめんちょっとマイルズ呼ぶ、レディース&ジェントルメンマイルズです。パーカーがこううめき声が聞こえて目パッて開けたら、腕のないなんか男の人が目の前に立ってたんだって。全身なんか透明では、透明っぽいなんていうの、もう水浸しでうーってずっと立ってて、そこでもうパーカーはもうなんていうの、もううわーってもうバカ叫びながらマイルズの部屋に走ってったんだって。 Right? You went straight to your room, right? Yeah, it's scary. あのすごい怖かった。あのもう彼がすごい、パーカーがすごいもう叫んでマイルズの部屋にもう開けて助けてって来たんだって。なんかもうマイルズもそれでもう怖くなって、もううわー何何何って言っていきなりもう飛び起きたらしいの。あ、なんかマイルズは誰かが泥棒で入ってきたかと思ったんだって。パーカーがすごいもう How was he? Like he was he like? Oh my god, he was like frightened. Like you could tell he was like genuinely scared. Voice was like shaky and he was just like... パーカーがマイルズの部屋にもう助けてできた時、本当にもう多分心から怖がってるというか、もうトラウマなんて言うんだろう、もう多分言葉で説明できないけど、もうとりあえずやばかったの。もう声も震えててって言ってて、あ、なんか結局二人でその日夜寝たんだって。それで二人は帰ってきたんだけど、マジで怖くない？それでそっからヨシとミチ日本に帰って、みんながストーリーで見たみたいなことになったの。 That's such a honestly a crazy experience to be honest. I know. うちとマイルズ最近というか、もうずっと毎日一緒に寝てんの。 We've been sleeping together in my bed because うちら本当に怖いの。だから毎日毎晩一緒に寝てるの今怖くて。まだそこの Airbnb の人になんかレビューを残してって言われてるんだけど、もうなんかどうレビュー書いたらいいか正直わかりませんということで、私もう書いてないんです。ちょっと怖くてまだ書けてません、心の準備ができてなくてっていう感じのことが起きました。あのこの話を聞きたい、どうしたんだろうっていう方が多かったのでちょっとシェアしたんですけど、結構私今話してる間もちょっと汗がすごいというか、あの本当に怖いので、ちょっとはい、こんな感じでございます。ボーンということでメイクアップが完了しました。いかがでしょうか。こんな感じでちょっとすごい近距離すぎるんですけど、あのちょっとお知らせ挟んでもいいですか。なんとこの度ですね、あのドンキーホーテさんでヒューミオンを扱っていただけることになったんです。やばくないですか。なのでもしあのヒューミオンを今まであの気になってたけどなんか試したことがないとかっていうギャルズのみんながいたら、ぜひぜひお近くのあのドンキーホーテだったりだとかロフトさんとかプラザとかでも今まで通りに置いていただいてるので、ぜひぜひチェックしてみてください。今日はちょっとこの角っこの方で最終的に落ち着いていきたいと思います。で最後に最後にもうハッピーハッピー気持ち切り替えてこみんなということで、ジョノベイメンジョノベイメン TWICE のライブに行ったお話をしていきたいと思います。本当にやばいの。ちょっとケミオの耳掃除クラブのポッドキャストでは先週配信された回で話したんだけど、やっぱりなんか振り返ってみたらちょっと話足りなかったなと思って、ちょっとここでも話してもいいかな。ちょっと次 TWICE の話をしながら唇を仕上げていきたいと思うんだけど、こちらいただきました。なんとですね、よしみちちゃん、事務所の先輩なんですけど、よしみちちゃんから、よしみちちゃんが今回プロデュースするパースっていうあのリップのあのブランドができたらしいんだけど、全部ビーガン商品らしいんだけど、送ってくれたので、よしみちがすごいパッケージが可愛いっていうか、なんかこのビジュアルがずるいよね。ミッキーさんクパーだよ、大好きだよ、大男ミッチって来たんだけど、相変わらずよくわかんない女だよね。あの4色ぐらいプロデュースされたみたいなんだけど、いいね。なんか私たち、私は BB クリームとコンシーラーをちょっとやってて、2人は今度リップを始めちゃって、私たちなんかビューティー界のクイーンみたいな。ナンバー4アーモンドブラウン、アーモンドブラウンっていうのを使ってみよう。ということで TWICE のライブに私は行きました。本当にこの現実が起きたことを今でも信じることができないんです、正直なことを言うと。だって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 、私はファンシーでカンバした時ぐらいからワンスにあの入隊させていただいたの、入隊というかあの参加させて多分いただいたのね。でそこから一回も人生で、あの、TWICE のパフォーマンスを見たことがなかったの。この、あの、目で。すごい、パッケージが可愛いね。
で、実は2020年の TWICE LIGHTS だったかな、あのワールドツアーの、あの韓国の公演、確か最終公演だった気がするんだけど、そのワールドツアーのチケット取ってたの。エマとスーラとうちで行く予定でチケット取って、もう初めてさ韓国のライブ、韓国公演とか行くから、チケットのやり取り方とかもうゲロ調べて、もうやっと会えると思ってすごい興奮してたわけ。したらコロナのパンデミックが始まって、まあ中止になってしまって、うわー、もうすぐで会えると思ってたのに、いつ会えるんだろうってすごい思っていて、もしかしたらもう会えないのかもしれないなって。多分もしかしたらアイドルとかをしてる方とかがいたら、このパンデミックが始まって、なんかそういう気持ちになったこと絶対あると思うの。もしかしたら推しとか好きなアーティストにもうほんとずっと会えないまま、なんか終わってしまうんではないけれど、なんかわかんないけど、わかる、なんか察して、なんかそういう気持ちになった人がもしかしたらいるかもしれないの。さ、パンデミックがさ、いつ終わるかわからない、そんな不安な日々が続くエブリデイじゃ、もしかしたら推しにもう会えないのかなっていう気持ちで私も陥ってたわけ。特に2020年のロックダウン中のニューヨークで。でもさ、あんなさ、こうパンデミックがすごいってなってる中でも、2020年もうずっとだけど、もうカムバして、オンラインのイベントもやってて、うちそれもなんかやったりとか参加したりとかいろいろしてたんだけど、いつか会えるといいな、いつか会えればいいなってすごいことを毎日神様にお月様にお願いしてたわけ。で、ついにアメリカのツアーが発表されました。 Oh my god, I'm so dead しました。もうほんとこんな感じになりました。あの The Fields のミュージックビデオの最後にさ、サプライズみたいな感じで出たじゃん、アルバムとワールドツアー行いますみたいな。もう爆発テンション上がりまくりで、もう本当にどうしようかと思った。絶対アメリカ来る、もうどうしよう、私今からもう本当にどうしようと思って、もう本当にそこからもう毎日が私おかしくなっちゃったの。もうテンションが、もう地に足ついてないというか、普通に宙に浮いてるわけ。わかんないけど、この話すごいライブに行くまで長いからね、みんな。もしかしたら興味ない人は本当飛ばしてほしいんだけど、こっからすごい長いよ、私ってよく喋るじゃん。で、チケットが発売しますと。で、アメリカって日本のチケット制と違って、あのチケットマスターっていう、主にメインでなんて言うんだろうな、発売するチケットの、あのサイトがあるんだけど、ほとんどが先行なのね。だから席とかも選べるの。もうアリーナ席とか、1階席とか2階席とかもそうだけど、自分で選択席切るの。発売ですって開始になったら、もうこうマップがバーンって出て、自分でこうやってチケットの座席を選択して、でも購入カートに入れたら、もうその間に誰かがあなたの選んだ席取ってます。あ、やばいやばい、戻らなきゃみたいな感じで、もう先着でもう戦いなの。汗、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 もうほんと汗なわけ。汗、うん、もう取れた瞬間の気持ちって言ったらもう言葉にできません。一生もできません。できます。しますね。最高でした。やっぱ私って昔から誰かのファンになって生きてきてるのね。レディー・ガガとかも今も大好きだし、ディズニーとか、なんか人生こうやって振り返ってみると、基本的に何かこう音楽とかエンターテインメントとかの力を借りて私はこの世に生かされてるの。しがみついて生きてるわけ。音楽とかの力を使って。この数年間で一番聴いた曲っていうのがもうほとんど TWICE のアルバムだから、いろんな思い出があるわけよ。やっぱ2020年とか特にロックダウンとかがいろいろあったから、もう一曲一曲にこう聴くだけで、なんかあの時の、ああ、こういうことがありながら聴いたなとかすごいフラッシュバックされるから、やばい、もう私ライブでそれを生歌で聴けるなんてってなって、もうすごいその日から普通に元気に生きたわけ。ライブの当日になりました。ライブに行きました。やっともうライブの話に来たってみんな思うじゃん。わかる？もうライブの感想は一言で言うと、本当に本物だった。あの、本物以上に本物だった。信じられない。今振り返ってみると、ライブに行ったっていう記憶が嘘なように感じるぐらい、なんだろうな。今まで数々のアーティストとか、いろんな人の、なんか、あの、ライブに行ったことがあるけれども、なんだろう。やっぱ死ぬまでこの3年間とか、この好きになってから、ライブ映像とかいろいろ見てて、その映像でしか見たことがないわけじゃん。初めてライブをもちろんローンで見るから。だからこう初めて最初こうデンデデンデンってこうステージに登場してきた時に、なんだろうな、映像で見るまんまなの。もう映像見てるみたいな気持ちになっちゃってうち、顔とか髪の毛とかもスタイルとか衣装とかもう全部がもう何度言葉で本当に説明できないんだけど、もうそのままなの。そのままなんだよ。それもごめん、本当におかしいんだけど、もう本物が本物でしかなくて、オーラがすごすぎて、うち多分現実世界にいないみたいな気持ちになっちゃったわけ。出てきた時に。で最初の1曲目が The Fields だったんだけど、爆上げ爆上げで、アメリカのライブって声全然もちろん出していいから、歓声すごすぎて本当に天井ぶっ飛ぶんじゃねえかなと思ったの。いくつも印象に残ってるシーンっていうのはライブの中でねあるんだけど、 TWICE のメンバーの皆さんがステージ上で本当にねパフォーマンスすることを、わかんない、もしかしたらうちの勝手ななんかリアクションかもしれないんだけど、楽しんでる感じがすごい伝わってきて、見てるこっちもなんかもう楽しいみたいな、もう会場みんな楽しいみたいな感じになっちゃって、うちがすごいびっくりしたのが、 TWICE のライブってトータルで3時間ぐらいあるの。やばくない？それって。3時間ステージの上で踊って喋って歌ってラップして、もういろんなパフォーマンスをもう繰り広げて、もう会場をもう盛り上げまくる。3時間ノンストップで、もう最後の最後まで本人たちがもう一回アンコールやっちゃおうみたいな、この曲私歌いたいとかナヨンさんとか言い出したりとか、見てる人たちもガンガン踊るし、ガンガン叫ぶし、ガンガン歌ってるし、こんなに幸せな空間がこの世の中にあるんだと思って、
もう本当に戻りたい。もう本当にって言葉言いすぎて、もう本当にって言葉言うとなんかすごいなんか会話が安っぽく聞こえて、すごいなんか最近すごい直そうかなと思ってる言葉の一つなんだけど、まあ素敵な言葉なんだけどね、本当にウィニーウィニーウィニー。ジョンヨンちゃんのいる Cry for Me だったりだとか、ミナちゃんがいる9人全体で、9人完全体のフィールスペシャルとか、もうね、涙もんでした。はい、ということで皆さん今日の動画を見てくれて本当にありがとうございました。最後にもう一回なるんですけど、私がプロデュースさせていただいているヒューミオ、あのドンキホーテさんでも、あの今月からお店に並んでるので、並んでいただいてるので、あのぜひぜひ皆さん近所のドンキホーテだったりだとかお店の方で体験してみてください。ということでまたみんなに来週会える日を楽しみにしてるので、うちらでまた1週間頑張りましょうね。バイバーイ、ありがとう。